はいどうも皆さんこんにちは、エマエマと申します。さあついにやってまいりました、モンスターハンターワールドアイスボーンやっていこうと思います。いやもうめちゃくちゃねこのゲーム楽しみにしてて、僕ライズからモンハン始めたんですけど、まあ、やっぱりこのシリーズはやらなきゃモンハン語れないぞということでね、未だに人気の高すぎる神ゲー、もう早速始めていきましょう。というわけでね、ちょっとやっていこうと思うんですけどね、見てください皆さん。これちょっとね、最初やっちゃったんですよね。というのも、最初配信でやろうとしたんだけど、ちょっとあまりにもね、僕の PC 君が死んでしまって、カクカクすぎて配信できなかったんでね、ちょっとこれからは録画でやろうかなと思うんですけど、改めて最初からやらさせていこうと思うので、いただこうと思うので、まあ最初はね、ちょっと初見のふりをさせていただきます。ということで、早速始めていきましょう。ローディングが長いけど始まった。第5期調査団の諸君。そろそろ時間だ。別れの言葉は必要ないな。まあなんかね、船に乗ったらもう後戻りはできない。本当に序盤だけ見てしまったんですが、まあなんかのね、調査団かなんかの一員らしいですね。今回のハンターさんのね、主人公の、まあ僕ですね、僕の主人公は、まあ、どうやら新大陸に向けた調査団なのかな。そんなのなんかエリート単位みたいな位置づけっぽい気がするんだよな。さあ、ワールド。モンスターハンターワールド始まっていく。なんだこのワクワクする。今ちょっと大画面でやってるんですけど、めちゃくちゃワクワクするな。さあ、このパイレーツ・オブ・カリビアン。この船の中のね、一つ一つ撮っても、この質感がたまらないわけ。いやこれ当時やってた人すごい感動しただろうな。これ1個前って多分ダブルクロスだと思うんですけど、そっからの画質の進化を考えるとね、何この神ゲーってなりますよね。もうこの時点でもうちょっと神だよね。あ、もう料理もちょっとうまそう、肉料理もちょっとうまそうで、わ、チーズと肉って最高の組み合わせか。かわいいね。ちょっとモブの女の子もちょっとかわいい。でもこの装備見たことあるな、ハンター装備じゃない、これ。みんなハンターの装備。あ、これチェーンメール。チェーンメール使ってますね。なんだこのモヒカンはよ。あんたも準備完了。あんたも準備完了。やだな、このモヒカンが相棒みたいなポジションだったら。チェーンメールが。あんた、緊張してる？なんかすごい慣れ慣れしいな、急に。そうだな。少し怖いけど、楽しみ。こいつは同期なのかな？推薦組？推薦入試です。どうも。あ、こいつも推薦だった。みんなエリートでした。はい。このキャラクリエイトね、楽しい楽しいキャラクリエイトの画面なんですが、まあちょっとね、まあ僕作るのに3時間ぐらいかかるんで、ここはちょっとカットさせていただく。はい。というわけで作ってまいりました。今、お前の目の前にいるのは、1000年以上生きた魔法使いだ。で、おなじみのね、まあ、魔法使いに寄せて、ちょっと作ってまいりました。これ、耳とかね、とんがらせられたらよかったんだけど、無理でした。というわけで、やっていきましょう。はい。というわけで、皆様、申し遅れました。私、エマエマと申します。以後、お見知りおきを。というわけでね。で、まあ、にゃんこも作っていくと、にゃんこはね、まあ、フリーレンに寄せて作ったんで、やるんでいいでしょう。さあ、早速やってまいりましょう。はい、お近づきに。さあ、キャラメイクしていきましたが、あ、かわいい。このね、このなんか、ハンター装備？ハンター装備にしたんですけど、このなんかね、見た目が一番、なんか冒険者っぽくていいなと思ってね、これにしましたね。これ今なんか最初から初期装備強いよみたいなやつにもできそうだったけど、まあやめました、それは。あなたパートナーとはもう会った？パートナーでと、パートナーですと。うわー、なんか、いや、これ知ってますよ。さすがにこのモンハンワールド未経験の僕でも知ってるキャラ出てきた。これあれでしょ、モンハンワールド屈指の人気キャラ。さっき突然波の音が変わったんですよね。突然波の音が変わった。なんかいきなり、かなり今のとこ推薦組でしょ。有能感ありそうなキャラが来ましたね。きっと頼りになるんやろな。さっきの話ちょっとだけ聞こえたんです。で、声普通に良くない？推薦組が
この船にいるやつはみんなエリートっていうことなのかな。思ったら早速事件が起きていく。まあこのワールドの前にね、ダブルクロスもやってたんですけど、ダブルクロスもなんかあれでしたよね、飛行船級にバルファルクに爆撃されてみたいな、そんな感じのオープニングだったんで。なんかでかいの来た。ラオシャンロンか。いきなりこんなラスボスみたいなやつと戦う感じなんですか。いやもう船が打ち上げられちゃってる。あれみたいだよね、 FF10 のシンみたいな感じだな。やばい、これあれだろ、これもう俺とこのパートナーらしき女の子しか生き残らないパターンじゃないですか、これ。これ全滅パターンでしょ、これ。さあ目覚めていく。なんかもうゴジラの背中見てだな。うわ、これ早速行動できるんじゃないか。あ、これ後ろ姿なかなかいいじゃん。さあ移動できるようになった。さあこっから始まっていく、俺のモンハンワールド。いやでも確か映像綺麗だね。ちょっと僕の PC の画質でどこまでいい感じに映ってるか分かりませんが、ちょっとなるべくね画質は上げてカクカクもねしないように頑張りたいんですけど、僕の環境耐えられるかな、この高グラフィックに。俺の PC は耐えられるのでしょうか。いたね、受付嬢ちゃん。もう名前がもう判明してる。もうこれ絶対みんな死んだやつやん。いけない、このままでは。でも受付嬢ってもうネタバレされた。こいつがまさか、これがまさか相棒になるのでは。やばいやばい、船落っこってくるんじゃない。これもう粉々にされて、もうみんな打ち上げられて俺らしか助かんないみたいな、そんなパターンじゃないので。分かった、これ無人島に相談するんだろう、きっとそういうパターンでしょ。いけ。うわ、このね、この早速映画のようなアクション、これフックショット打って、こんなことある。こんな空中でキャッチして腕折れちゃうって。うわ、まあこいつともそのうち戦うことになるんだろうな。なんだっけな、これなんかまあちょっと名前だけはね、ちょっとだけ聞いたことあるような名前のモンスターだった気がするんだけど、もう山です、山。これが今作のラオシャンロン枠か。受付嬢なかなか顔は可愛くないですか。今のところまあ前評判で悪い噂しか聞きませんが、今のとこ僕の意見は、まあ普通の可愛らしい相方っていう感じなんじゃないでしょうか。さあ始まっていく、モンスターハンターワールド。こんなモンスターに、まあそれ絶対落ちるよね、絶対落とされると思ったわ。おい、あ、これで無人島遭難するパターンね。まあやっぱそうかと思いましたよ。まあ、これでなんとか新大陸に到着したのかな。で、あいつも普通にいるんだ。あの、バカデカドラゴンもまだまだ普通にいますよと。これは誰かが作ったキャンプですね。ああ、ちゃんとベースキャンプありますよと。こっち行ってみたいよね。寄り道したくなっちゃう。これを見てください。これもう、でも何これ。もうマップなんですけど。この臨場感よ。すげえワクワクするわ。なんかライズよりもさ、この辺のなんか、草木の感じはなんか没入感あるね。モンハンワールド、これマジで初めてやった人とか興奮しただろうな。これマップを開く、マイナスボタンでした。私たちがいるのはこの辺りですね。あ、もうこれあれじゃん、普通にあの普段のさ、狩り場にいる時のようにさ、マップなんだ。1のエリアとか2のエリアとか3のエリアとかってことでしょ。1番2番3番とかってことでしょ。進んでみましょう。これ地図も結構なんかモンハンライズで完全にオープンワールドになったような感じのイメージだったんだけど、ワールドももう十分てか、もうオープンワールドやん、こんなん美しすぎますやん。
早速第一村人発見。これなんだ、リノロプスじゃないか、なんだこれ。初見モンスターかな、これ。小型動物の名前覚えてないのあるあるだよな。一緒に行きましょう。ちょっと待って、今話聞いてなかった。とりあえず調査拠点、一番奥まで行けば良さそうですよね。相当リアルよ、これ。今んとこ。うわぁ、来たー、ジャグラス来た、ジャグラス。ジャグラスって合ってるかこれってもう、ジャグラスってあれかな、え、なんだっけこれ、ジャグラスこいつってモンハンワールド初出なのかな。これもう僕あれでしか見たことない、モンハンナウでしか見たことないけど、こいつなんかダブルクロスにいなかったよな。こいつ初出、武器もないのに戦ってはいけません。隠れないと。来たー、第一戦闘。急いで。隠れないと、これ隠れるなんてテクが使えるんですね。早く身を隠してください。痛すぎて全然隠れられてない気がしますけど。いや、一回噛まれたよ。あいつに噛まれたけど、普通に。あいつにはバレてると思うんですけど。これでいいのか。なんかいるぞ。大型モンスター来るんじゃないか、これ。今作のメインモンスター。じゃなくて、ドスジャグラスね。こいつもね、モンハンナウでよく出てくるんですよね。モンハンナウってひょっとして、ワールドベースなのかな、出てくるモンスター。モンハンワールドがだいぶ海外でもさ、流行りだした要因になったらしいから。やっぱモンハンナウみたいな世界的なゲームは、あれなんですかね。モンハンワールドが今後ベースになっていくんですかね。と思ったらなんか、話してたらなんか、新しい村人参入。俺ら以外にも人がいたのかと。うわ、てかなんかすごい。モンスターの質感も。これも拠点で、うわー、なんじゃな、アンジーも来た。相手にするな。これ、入んなきゃいけないのかな。急に戦い出したよ。アンジャナフ、こんな普通にいるの、こんな拠点の目前に。これ、こちら縄張り争いに見せてもらうことできる。勝手に進んだ。勝手に股抜けしたこいつ。有能すぎる。俺がエリートすぎる。俺がやんなくても、ムービーが勝手にやってくれれば。怖い。ドースジャグラスが飛んでくる。本当にこっち側攻めてきてもおかしくないでしょ。百竜夜行みたいに門ぶち破ってくるんじゃないの。ここからが、あ、もうここが拠点ですと。なんか船が置いてあったな。飛行船か。さあ、拠点に到着ですか。新大陸に上陸後、深い抜け森を抜けたハンターと受付嬢、調査拠点へたどり着いたのであった。でも俺ら以外みんなお亡くなりになってしまったんじゃないか。さては唯一の生き残りがこれからこの拠点で生き抜いていくみたいな、そういう感じのストーリーか。いいだろう。天然の門構えをくぐったその先、いやここが調査団の拠点、アステラだ。アステラ。調査拠点、アステラ。いや、この調査拠点広いとなんか嬉しくなるよね。この立体感よ。めっちゃいろんなとこ行けそうじゃない？何があるんだ？ご機団全員到着してる。まさかの他のメンバー。他のメンバーまさかの生き残、なんか、俺らがエリートかと思いきや、俺らが唯一の生き残りかと思いきや、みんなもう到達していたっていうね。俺らが一番落ちこぼれでしたっていう、この悲しい現実な。体験持ってるね。うわー、いるやん、モヒカンも。モヒカン2期もいるやん。あんたたち、ちょっとごめんなさい。無事だったのね。こいつらバディなのか、この2人。あんたたちが見当たんなかったからヒヤヒヤしたんだ。逆にどうやって来たんだ、こいつらは。探しに行こうかって話してたのよ。なんてことなかったです。おい、手伝ってくれ。めっちゃ人いるな、こう見ると。すごい調査団の中枢地さ。なんかちょっとゼルダみたい、この木の作りの感じが。連れてきたぞ。これ提督か、ガーリアス提督来た。ガーリアス、あ、フゲン、これあれか、フゲンだ。フゲン、ワールドのフゲン来た。あ、アシュラ装備じゃないこれ。この川、青アシュラで生きるんじゃねえ。
アステラへようこそ。ソーシリア、君たちなんかソーシリアとか受付嬢とか名前ありますけど、名前ないんですか君たち。ギルドが決めた相棒どうしたの、相棒どうしたの。え、こいつらもうすでに相棒どうしたんですか。調査隊、調査班リーダー。こいつらバイネームないのかわいそすぎる。不言は、不言は貴重だったんだな。わ、来た。フェルン来た、フェルン。かわいいの、にゃんこ。普通に猫がかわいい。はい、相方。って、なんでお前やねん。なんでお前やねん。なんでこいつに、なんで俺より先にこいつに行くんだ。いつの間に、いつの間に取られたんだ。作戦会議の時間だな。行くか。作戦会議。これ早速もう最初の、いや早く大型と戦いっていうな、大型モンスターと一度揃ってるな。ドラマグダラオス来た、ドラマグダラオス、あれがな、あのゴジラドラゴンだよな。大きな戦力だ。この長きにわたひとまず代表として彼ら、俺らが代表でいいのか、俺らみたいな一番最後に到達するようなやつが。こんな急に会議って始まるもんなの。よく覚えておいてくれ。来たエスパーだ、来たエスパーだ。今回渡りを行ったのはゾラマグダラオス。火の山を背に負う。火の山を背に負う巨大な古竜だ。我々調査団最大の目的はこの古竜渡りの解明にある。百竜夜行みたいな。10年に一度新大陸目指して海を渡る古竜たち。道すがらの生態系を変え、地形を変え、時には災害を引き起こし。このじいさんの強キャラ感やべえな。古竜とはそういうものとしてある。古竜がなんかさ、すげえたくさんなんか渡ってくるみたいな考えると、あ、新大陸に来るのか。古竜がたくさん来るって思うと恐ろしくね。普通にしばらくだが、ハンターたちは小型モンスターの調査と調査拠点の安全確保。調査拠点あのもんだけじゃ危ないでしょ、どう考えても。まずはジャグラス、ジャグラス来たわ。状況によって、モンハンなので山ほど倒してるんでね、楽勝かなと思います。待ってましたよ。私があなたの相棒を務めるものです。今後ともよろしくお願いします。相棒を、名を名乗れ名を。私エマエマと申します。ご機団の初任務はジャーグラスの生息地域の確認の後に安全確保のために指定する討伐。さあ行きましょう、新大陸へ。新大陸へ任務フリー。まあサブクエ、キークエ、調査っていうのは何だい、よくわかりません。まあ、とりあえず任務やりましょう。クエスト、アクセラルダイグライティクベスト。まあ飯を食って、まあ、モンハンといえば飯なんでね、飯食べていきましょうか。デンテ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 デン。デンデ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 デン。うまそう。あれこんな、あれ、ああ魚料理に行くと、クソうまそうなんだけど。魚料理好きなんですよね。アジの開きとかホッケとか、こういう焼き魚たまに食いたくなるよな。マイナスをして出発画面開いてください。参ります。うわ、この翼竜なんか相方的ポジションなんだ。こらすげえ、来たぜ。こいつあれか、うつしか、ワールドのうつし。受付嬢もいるね。ルールその1、目標達成クエストクリア。今回はジャグラスを指定数討伐する。これマップのさ、ジャグラスとは調査拠点に向かう途中であったあの小型モンスターです。敵をマーキングとかできんのかな。2番この場所でしたね。行ってみませんか。とりあえず2番に向かえばいいのかしら。ルール様に支給品、支給品僕めっちゃ好きなんでね。必要なものをよく考えて持っていきましょうか。オッケーオッケー。まあこれはもうモンハン慣れたもんですよ。私が生態マップに書き込んでおきます。もし生態マップっちゅうのもいるじゃん。じゃあ早速第一村人はめっちゃいるやん。クソイケボルト7匹。気を締めろよ。おいよ、ヒエンギリ。あるものはすべて使えよ。あるものはすべて使えよ。この戦闘の音いいね、音。ダンダンみたいな。ちょっとこの鈍い音。おい、おっと、早すぎる。
プロすぎるで。これは期待のエリート。じいちゃんに報告するぞ。じいちゃん、ボスみたいなやつが、ボスみたいなやつの息子か。こいつなんでみんな名前ないんだろう、かわいそうに。こいつも剥ぎ取れるよ。ああ間に合わなかった。こんな絶妙に生かして帰るかね君も。足が、ご苦労ご苦労。ああ、フルボイスじゃなくなった。危険なんだ、ジャグラスだけじゃない。ケストドンも選ぶ気が立っている。まあ序盤はあれかな、小型モンスター討伐していくみたいな、そんな感じですかね。オンライン集会エリアで他のプレイヤーと交流した一瞬ケストで出発することが可能になりました。いや、ボイスチャットは有効にしません。当然。当然有効にしません。集会所行けるようになった。集会所 やるか、まあ、まずは普通のクエストか。まだ危険かもしれません。集会所はまだ危険かもしれませんって言われたんで、ちょっとやめます。来たな、ゴキだ。来たな。これ石装備とか作れるんじゃないの？さあ、決めるぜ。装備強化も。なんかもらえた。もらえた？チュートリアル終了して、装備強化。まあ、まずは、まあ、武器でしょ。まあ、武器と防具強化できるって言って、防具強化するやつとは、ちょっと友達になれんわ。やっぱまずは武器でしょ。加工にもいちいちミームービーがありますと。うわ、加工にもムービーあるわ。凝ってんね。しかもちゃんと出てきた。ちゃんと出てきた。しょ。これさらに次も？まあ次はさすがに無理か。まずは第一段階か。まあ骨用があって、まあそれ以外がたくさんありますよって。なるほどな。クエストボードにもちょっとこうも借り出してみます。まあわざわざ君と話す必要もないと。来た。特別任務とかもあったな。ケストドン。今回の目的はケストドンの指定数討伐です。来ちゃあ、まあ、これリーダーついてきてくれるんだ、優しいな。これはもう2番目の任務ぐらいがもうさ、新人一人に生かせるみたいな、そういう感じのブラック企業かと思ったけど、ちゃんとね OJT してくれてるの。 OJT OJT ついてます。いたぞ、あれがケストドンだ。あ、こいつケストドン。今回も一人でやってみろ。任せてくださいよ。これ赤エキス取れば装着音がね、もう一気に強くなるんで。後ろに反転して、やっぱ装着音といったらこのこれ、あ、これもちゃんとダイブライズだ、ダイブライズだ。これもうダイブライズ。ケストドンオスメスニドランみたいな感じだな。いいよ、ケストのメスも倒していく。オスの方がやっぱあれなんだな、でかくて強えんだな。こいつもメスだよな。あ、いいよ。これ素材も結構生き残ってくれるのかな。モンハンマジですぐ剥ぎ取らないで、意外とすぐ消えるイメージだから。2つ2回剥ぎ取れる系モンスター。他の群れも探すぞ。他の群れも探すぞ。ケストドンは小型のモンスターだ。森には大型モンスターも生息している。いや、大型モンスター戦いって早く。環境生物、狩りに利用できるもの。これなくなっちゃった。周囲をよく見て。どっちだどっちだ、こっち。ああ、いるわ、いますね。別の群れだ。こいつら倒せば終わりか。行くぜ。クソたくさんいる。まあ、まずは赤エキス、まずは赤エキスを収集したいところ。赤エキス全然ない。赤エキス全然ないよ。攻撃がガーバいってるけど、ガーバいけど、まずは赤エキス来た。これ R で回収な。もうこう、もうジャンプよ、ジャンプからの突進からの、これジャンプ突進切り、これです。これからのリバイ切りと。なんか頭、いやー切れ味が死んでる。まあまあまあ、このぬるぬる死ぬんだけど、小型モンスターに、小型モンスターに殺されるんだけど、ちょっとさすがに回復しない俺。嫌だよ俺、こんな小型モンスターに殺されるの。やばい、ちょっと引退かもしれん、引退かもしれん。モンハン
まずいって、まずい、よい